サビだけでいい。これはガチで歌うことなの？ガチで、ガチで。サビだけでいいじゃん。今の。マイコンとかもつなげて、こちらは
つなげることができるので、あ、マイクがちょっと近くなってしまう、はい、ここにインプットがあるので、はい、そんなこと。これがマスターで、これがマイクとギターのボリュームです。ちょっと EQ はないんですけど、はい、よかった、聞いてみますギターとマイクが一緒のところスピーカーから出るシンガーソングギターという世界で初めての楽器です。はい、もしよかったら今日は弾いていきます。興味のある方ぜひ習ってみてください。どうですか、この曲は。そうなんですよ、アコギの弦が張ってあるんですけど、大きさは多分エレキよりちょっとちっちゃめですね。なのでいろんな方が、あー、待って待って、じゃあみんな写真撮りたい、写真撮ってよ、あっ、撮りに行くの、家の近くここにいるから、ちっちゃいんです、で写真撮って、家でこっそり弾くもよしって感じですね。特許商品ですので、ぜひ、手に取って、試してみてください、実際にこのギターはですね、今あの東北の被災地で、サンプラザ中野さんがですね、このギターを持ってですね、避難所をもう何十箇所と回っています、乾電池2個なので、この中ありがとうございました。また遊びに来てください。ちょっとファンクラブ の、 あのシールだけもらっていきたいから、マイクとギターの両方出るじゃん。ファンクラブ、あ、ちょっと待ってください、俺が行ってきます